かられながらよっしゃっていうぐらい。そうですね、その時にあ勝てるなとかね、そうやって思うんですよね。あ、勝ってきたと。はい、それは親方しか言えないのかもしれないですけど、武尊選手立ち合いでこうバンって張ってからこう回しを取ってきたりするんですよね、はい、あの相手の人っていうのは。そうですね、まあ、こう少しこう相手の動きを止めたいとかね、こう苦手意識があるとこう張ってきたりとか、よくそういうふうに思っていたので、こうリードもジャブのもっと濃いやつというか。そうですね。さあ土俵上時間になります。この両者は過去22勝6敗圧倒的リードが向かって右の琴奨菊、琴奨菊7連勝の後、その後は4戦戦って2勝2敗でもあります。最近は接近しています。左を差しました。吉風前に出る、左差しましたね。抱えていく琴奨菊が押し返す、残します。少し引いたか。さあ琴奨菊がここ挟み込むようにして前に出ていきました。琴奨菊の勝ち。追い込まれながら最後押し返して逆転です。親方、琴奨菊は良かったじゃないでしょうか。そうですね、まあ最初こう攻められたんですけどね、吉風に。でもまあ最後はこうね、自分のこう形になってこう前に出てきましたね。これは吉風の相撲をさせなかったということですか。そうです。